ューデューサーの指示すごくわかりやすいです。参考になるな。本当にありがとうございました。お花屋さんで一目惚れしてしまいまして。サボテンってなんだか憧れちゃうんです。どっしりと構えてて見てて安心します。それに触れるとトゲがある女の人ってなんとなく色っぽいと思いませんか？なのにそんなかっこいい女の人が小さくてかわいい花を咲かせちゃうんですよ。え、私がどっしり？プロデューサーさん、そのどっしりっていうのはまさか私の体型のことじゃないですよね？本当ですか？やっぱりプロデューサーさん、私のお腹のことを太ってるって。本当ですか？ならいいです。許してあげます。もう一日頑張りますか。精一杯頑張ります。元気にやってきます。マミも遠い空の上から応援してるよ。いってらっしゃいませ。そのつもりです。